はい、せーの、おっす。作新太郎です。作新太郎です。今日は、前回までなんかくっつくやつやったんやけど、はい、あのくっつくこの愛知ね、ちょっとピッと出していってもらおうか。こう くっつけていくっていうこの感じを、ね、前回とその前にくっつく愛知だったけど、これが皮膚を、この前はこの皮膚をこうかけるっていう感じで、でその時にこの IP のね、技はこの触れて圧結びっていう、はい、それが接点に圧みたいなね、はい、そこができるやけど、今日はそれをちょっと説明してみようと思うんやけど、はい、まあ、こう手を出しておいてもらって、で今普通に前腕とこの手頭のこの力でこうこうやると、まあ、こういう風な感じで、それをいつも言ってる通り、この前腕使わないで、腕をこう落とすと、このビクンとこう跳ね上がり方が違うんですね。グッとで、もう一回力で押してやるとこんな感じ。ダラーンと落としてやると、こう体にビクッとね、はい、でこれが力弱い人だと、こう力重さみたいな感じでズドンとこう下へ落ちる人もいるんやけど、それの場合はもう、まあ、崩れたんだ、力抜けて崩れたんだと一緒で、でそんな人の手だとちょっとくっつけにくいっていうのもあるけど、まあ、ジョルジョの中は肩の前にビクッとこう返ってくるんですね。でそれをダラーンとした手でボンって、勝手に僕の手もプグッとこう一緒に上がって、ここで本当はこれが結びができてる、うん、こっちも何もしてない、それとも勝手にこうなったっていう、ここでこの力感を全く変えないで他の部位で動かすと、この結び圧ビョンとこのビョンと上がった、これに今は上がった瞬間に手を離してますが、これで皮膚にかけていくと、こういう風になるっていうのが一つやり方で、だからこの一回この前腕から先を力を抜いてトンとこの入って、自分の力は入れないで、ジロちゃんのぴょんと跳ね返りで、ここなんですね、ここを変えないんです、全く変えないっていう、ここがまず一つ結びないし、ね、まあいつもやるときやったらドンと落とさんけど、その手の感覚でいくと、これで結びができて、ひつぎにこういうふうにかかっていくっていう、だからそのギュッと力入れてもらって、ビョンビョン、力入れたらこんな感じ、抜いて落とすとビョンビョンという違いをお互いに確認してもらってして、でそのまんまトンと置いたまんま、もうここを全く変えないで、まあもうもし初めこのここを動かす感じが出そうやったら、例えばもうこの手のこの形全く変わらないでこう動いて歩いてみるとかってやると、この結びでくっついてるってこの圧の感じが分かるよね。でもう一つが、これちょっとあくまで稽古法でいいけど、このタオルみたいなのを使って、これをギュッと握って持ってもらう、でこれを引っ張るんですが、もう綱引きみたいにさ、うりゃーってこうやらないで、まあもうこう引っ張られたら別に行かねえとか、うん、こっちへは行かないとか、うん、そういう感じでいてもらって、うん、でまず普通にこのギュッと握って、まあ、状態にはちゃんと握っておいてもらって、で普通に引っ張ってみるんですね。そうすると、まあ、こうやって引っ張り役の頑張りになる。でこのタオルみたいな柔らかいものも一緒で、これが滑らない程度、滑り抜けない程度で握ってるような握ってるような、皮膚相手の時に説明しましたが、そういう感覚でもできて、それでいつも言ってる通り、この肘から前腕の力使わないで、こっちからですね、肩甲骨とか、まあ分かりやすく言えば体の向きですね、体もこんなに手を残していかないで、このままの形を保ってこう体を向けていくと動いてしまうっていう、これ、ね、それとかもう心使う、こっち使えるのが分かれば、この握りは力入れないで
この肩甲骨とかをこうしてくる引っ張れるっていうことになるんですね。これがもう一回やったのもあってギュッと握って前腕で引っ張る、ツッとただ引っ張り合いこの力比べじゃなくて軽く滑らない程度の抜けない程度で握ったらここ使わないで肘の力を使うと来るっていうね、まずこれをやる、はい、その感覚が分かったら今度これはすごい圧を感じる傾向になるんやけど、この緩んでこの状態ではまだ何にもなってないけど、今適当にビーッと引っ張って入ったところをやってるんですが、勝手にこの前腕で引っ張らないで深層で引っ張ると反射が起きるところがあるんですね。ジローちゃん勝手に深層で、でこれをゆっくりそーっと引っ張っていくとまだたわんでる、まだ圧はかかってないと、ここできたから入っていくと、そうするとものすごく簡単にいくよね。もう何も考えないでこっからこっち側だけ使ってもそこを通り飛ばしてこう動かしても動くんですが、この一番最初のところ、このゆっくりたわんだここからここで今ピンとこれで入ったんです。もう超緩いんですが、ここで深層筋の圧っていうのはできてて、ここから引っ張るともうちょっと圧強く感じて、そこら辺から圧は感じるけど、この圧はあんま感じないんですね。抵抗がもうここで入ってるんですね、実は。痛いでしょ。で、これが徐々にもう混んで、これでもうジロちゃんはあんま分からない程度なんですが、ピーンとこっちは引っ張ったんで弱くピーンと入ってるっていうのが、それで圧ができてるのが分かる。そうすると今度はこれですね、こんな感じで持ってギュッとつまんだらダメ、もうこれも滑らない程度で持って一緒なんですね。これをこれで圧ができたからここは使わないで、もう強いこういくと相手が動くっていう、これが圧をチェックするね、はい、やり方で、これ、まあ、今日はちょっとタオルなんですが、本当はね昔こんなのをちょっと知った時にやった時はティッシュペーパーがティッシュあるやろ、はい、あれって2枚重ねになってるんだ、大体それを1枚取って1枚にして、でこれがティッシュペーパーとしたら、この真ん中でクリ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 って、まあ、こういうふうに、まあ、ねじるよね。でこれを相手も人差し指と指で持ってもらって、で、まあ、これねじれが指だと中はねじれてる状態、ティッシュの。で、ここだけひらひらになってる状態で、ティッシュペーパーをこういうふうにつまんで、で、今のそーっとした圧を感じて、ピンと入ったそこを感じてこうやると、動いてしまうっていうのが、こうティッシュで、もうちゃんと合気でなると、いくんで、力がちょっとでもやる動かす側が入るとピチッてすぐそこそこちぎれちゃう。けどちゃんと動くと何でかしらけど相手も一緒になっておーみたいな動くっていう、まあ、タオルの方が、まあ、簡単やで、タオルでやったらいいし、慣れたらティッシュでやると、まあ、失敗するともったいないからねプチッピチッてすぐ切れるので、けどティッシュでやるとこのもうこの本当に普通に持ってもギュッとピンと張ってまずこっちとか使えるようになるっていうのもまず一番大事だけど、それが分かったら今度このどこでこの圧結びができるかっていう感覚、これがピンってお互い分かる程度の時はかなり強い圧で、これやったらまあ例えば逆にちょっと感じたから引っ張ってやろうとかってもできると思うね。そうとこっちが入っちゃうっていうことになるよね、この圧。けどこれでできてるってなると分からないよねこれこの圧がよく分かるようになってきて、そうするともう弱い圧が入ってくるんですね、これ圧を感じれるようになるっていうふうに自分でこの相手とこのピーンと、このピーンと、まあ、分かりやすければピーンと、このピーンと張ってるやつ、これがたわんでる、もうたわんでる間は相手とまた全然
ピーンとこの力の接点が結びができていないっていう状態、これでまだ緩んでるけど、ここでもう一番弱い接点がもうできてる。あっ、おっ、ごめん。っていうふうに、で弱いやつほど相手は何も分かんないから伝わっているっていう、まあ、タオルでどんどん、でもう何回も言うけど、この綱引きのつもりで絶対この野郎ってこんな練習しても掴める、やっていけば掴めるかもしれんけど、それにはお互いにこういう稽古は、あ、これちょっと手で引っ張ったんじゃねとか、あ、なんかいきそういきそう、でもちょっと力入ってるかなとかさ、なんかそんなの確認しながらやると感覚が分かってくるんで、そうするともうどんどんと、はい、進んでいくんじゃねえかなと思って、まあ、こんなの紹介してみました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。